美月さん、ようこそ散歩ホテルへ。僕はここの警備を担当しているジェパードだ。ホテルの警備員がフル装備だなんて、ベロブルグの治安ってそんなに悪いの？いやいやいや、ジェパードはシルバーメインの自衛官だよ。例えるとラフの運気軍隊長的な感じかな。どうして彼がホテルの警備をしているのかはうちらもよく知らないよ。なるほど、意外じゃないわね。人はつい合理的なものを求めるから、関わりのないものを組み合わせて有意義そうに見える劇にし、人生と名付けるのよ。美月さん、何か用でも？何もないのなら仕事の邪魔をしないでほしい。それと一言言わせてもらえば、過去はもう去っている。振り返っても何の意味もない。君がつかめるのは未来だけだ。なんというか、ジェパードが言いそうな言葉だね。お久しぶりです、美月さん。ようこそ散歩ホテルへ。散歩ホテル？ゲーテホテルじゃなかった？以前はゲーテホテルでしたが、今は散歩ホテルです。年を取りすぎたゲーテはこれほどの規模のサービスを運営できなくなりました。そこで彼が最も信頼する若者、この散歩に託したのです。誤解しないでくださいよ。うさんくさいことなど一つもありません。一人の紳士が夢を託し、一人の紳士がそれを引き継いだまでです。見てください、僕もゲーテも過去の思い出ではなく未来を選択しました。あなたもそうするべきですよ、美月さん。あの青髪のやつ、口を開くと不気味な気配がするわね。さすがケーガンの持ち主だね。ようこそいらっしゃいました、ナノカさん。散歩ホテルはかつてゲーテホテルと呼ばれていました。年老いたゲーテが衰えた木に乗じて、散歩が計略を巡らせここを乗っ取ったのです。そして散歩ホテルと改名されました。ですが幸いにも依然として最高級のサービスを維持しています。今もなお行政区で最高のホテルです。ちなみに散歩ホテルのキャッチコピーは、過去を振り返らず未来を見渡せです。個人的にはナノカさんにもお似合いの言葉だと思いますよ。この子の言葉は説得力があるわね。これもうちが無意識のうちに考えた言葉なんだろうね。ゲーテホテルのお茶は本当に絶品。特にこの林園春は、昔一人の剣僧者がサンゴの力で雪原にサザンカを咲かせたらしいの。林園春こそその花で入れたお茶。林園春は泉州のお茶でしょ？多分うちが脳内保管したものだと思う。ベロブルグでメイちゃんを飲んだ覚えがなくて、つい苦い、まずいわ。苦いほど体にいいの？苦いものは苦いのよ。苦いほど体にいいとか言って自分を騙すのは自己催眠に過ぎないわ。ベロブルグにはこんなことわざがあるの。苦中の苦みを味わって初めて人の上に立てるって。なんだか経験がどんどん道を外れてきた気がするわ。はあ、無意識状態のうちには作家の才能がないみたい。
おそらく意識のある状態でもないと思うわよ。反論できない。いいお茶。誰もがこの素晴らしさを堪能できるわけではないのが残念。美月、忘れるという恩恵はこのお茶のように口に入ると苦いけど後味として軽やかさが残るの。残念だけど飲んでいる人にはその素晴らしさがわからない。正直このブローニャはうちが覚えてる彼女とだいぶ違う。この経験を歪めている力はすぐ近くにあるよね。ちょっとゾワッとしちゃった。心配無用よ。休館の陣にいる限り私がお前の安全を保証するわ。久しぶりだね、ゼーレ。あら、美月じゃない。お久しぶり。ベロブルグを離れてから全て順調に進んでる？列車は振り向かなかった。振り向かずに星空の橋へと走っていった。それは列車が自分の宿命を知っているからよ。時間の中で前へと進む私たちのように過去に戻ることはできないわ。美月なのか、振り向かないで。過去はあんたにとって有害無益よ。私を信じて。あ、わかったよ。ありがとう。どうしてお前の記憶の中ではどいつもこいつも思い出すことを阻止しようとするの？変ね。うちも変だと思う。でもとりあえず進んでみるよ。あ、うちらはベロブルグに到着した次の日にシルバーメインに追われて、それからゼーレに会ったんだっけ。つまりゼーレはこの記憶にいちゃダメな人。彼女がこの記憶に干渉している源なんだね。干渉を取り除きましょう。やっぱり私が信じられないのね。え、いや、そうじゃなくて、ただ答えないで。後ろめたさを感じないで。あれはお前を邪魔しようとする幻影に過ぎない。分かった。じゃあ始めるね。ガツンと来るやつで行こう。2倍速ってこんなもん。消火勝利。ガツンと来るやつで行こう。これは？宇宙ステーションヘルタ自主研究？どうやらこれが異物みたいだね。多分これから思い出す過去はあの子と初めて出会った宇宙ステーションヘルタだと思う。惜しいことに最後の最後まで雪国の絶景を見られず、旅館の広間で時間を消費してしまったわ。お前にとってはここが印象深かったのね。ホテルで気持ちよく一眠りしたら指名手配犯になってたから印象深かったのは事実だよ。じゃあ次の駅、ううん、前の駅に向かって出発。お前さえ良ければいつでも出発しましょう。よかった、今回はモニターだね。熱々の加熱器じゃない。美月、
しっかりしろ。急がなければ。え？急ぐって、フゲンは？フゲン？それは誰だ？寝言を言っている暇はないぞ。今の宇宙ステーションは危険だ。はあ？何の話？ついてこい。アスター所長曰く、前の部屋に性格が保管されているらしい。レギオンもきっとあれに興味を持つだろう。この記憶は、あ、そうか、あの子に出会う前の話だね。今度は誰の話をしているんだ。今日はいつもより戯言が多いな。早く来い。